こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。ウェルランドエクササイズのお話です。生活習慣病の予防改善のための運動としては、ウォーキングなどの有酸素運動が重要なことは間違いありません。しかし最近ではそれだけでは十分ではないという考え方が出てきています。有酸素運動の継続は心肺機能のアップだけでなく、インスリン抵抗性の改善などに有効ですから、第一番に考えるべき運動であることは間違いありません。しかし下半身の筋力や柔軟性が衰えれば、日常生活の活動が狭まったり転倒などに結びつき、 QOL がひどく低下します。そこでアメリカスポーツ医学会によってウェルランドエクササイズという考え方が推奨されるようになってきたのです。ウェルランドとは十分に発達したとかバランスの取れたという意味で、有酸素運動に加えて筋肉作りレジスタンストレーニングと柔軟性トレーニングも欠かせないというわけです。これに加えてバランス運動も大切です。特に加齢に従って筋力低下率が大きくなりますから、運動量の低下は生活習慣病やその悪化に結びつくので、筋力の維持はどうしても必要なのです。では本日のお話はこれで終わります。